はい、ポケット w i f i の話、ポケット w i f i の話、ポケット w i f i っていうのは、名刺サイズぐらいのデバイスで、えー、これ、部屋の中1個置いとくと、w i f i でね、えー、機器をつなげると、例えばパソコンとつないでネットができたりとか、ゲーム機とつないでネットができたりとか、できるんですよね。うん で、便利だなぁと思って買ってたわけ。もう何年前だいぶ前ですね。10年ぐらい以上前かもしれないですけど。ポケットイファイをね、使ってて。で、パソコンでネットやりたいときは、このポケットワイファイがあるから、いいなと思って。で、使ってたわけね。で、これ持ち運びできるから、万が一外でね、どうしてもパソコン使いたいときは、それを持っていけるから、便利だなと思いまして。でもまあ、ほとんど外なんかね、パソコン持っていかないから。はい。 それでね、ポケット Wi-Fi ずっと使っていて、使い勝手いいなと思っていて、でだん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 こう、ポケット Wi-Fi 自体が古くなってくると、そのなんていうか、ネット通信速度が遅くなるというか、重くなるというかね、そんなことがあって続いてて、全くネットが使えない日も年に数日かあって、これは私の個人的な問題ね。 あの、政権が通信障害じゃなくて、私の個人的な問題で、ポケットワイファが調子悪いんで、ネットがあんまり使えないと。もうウェブページ開くので5分ぐらいかかるから。全く使えないの。ね。そういう日が、まあ、年に1日2日あると。ただ、まあ、重い日はたくさんあって。うん。でもまあ、重くても使えることは使えるから。特に困らないっていうね。でだん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 こう、重い日が多くなってって、これはいよいよと思って。 で、これポケット Wi-Fi のね、バッテリーケースとこ見たら膨らんでるわけ。ポケット Wi-Fi のバッテリーケースのところが、わーって。中開けてませんから見てませんけど、バッテリーが膨らんじゃって古くなって。これはそろそろ、ま、ず充電とかしても、なかなかね、100%にならないとか、すぐ充電がきあの放出しちゃうとか、いろいろあって、これポケット Wi-Fi 自体を買い替えた方がいいなと思,思いまして。で、どうせポケット Wi-Fi 買い替えるんだったらその、スマホにしてね、 スマホに切り替えて、スマホのデザリングで、このパソコンでネットした方がいいのかな、みたいな感じで。そんなことも考えて、もうポケットアイアやめようかな、と思ってたんですね。だけど、やめるにしてもですね、その、何年縛りってありますよ。2年縛りとかね、あるから、まだちょっと使い半年ぐらい使わなきゃいけないから、だから、ちょっと、これ、相談しに行こうと思いましたね。うん。あの、 ポケット Wi-Fi の画面がついてて、で、更新してくださいみたいな、そういうメッセージが出てるわけ。要するに、ポケット Wi-Fi のプログラムを新しく更新しないとダメですよみたいな、そういうのがかなり前から出てて、で、更新するんだけど、ネットがそもそも重いから、更新がいつまで経っても終わらないという。いつまで経っても1%ぐらいしか進まないみたいな。これはダメだってことで。1日やっても1%も進まないみたいなことで、 で結局これ更新できないからねあのどうしようと思ってで相談しに行ったわけね相談しに行ったっていうのは大手家電量販店に行ってでお客様サービスみたいなとこに一気で聞けばねすぐ解決するかなと思いましてで行ったわけおじさんがいてねで順番待ってで私の番になってでポケットワイヤー見せていやこれ結構前から前にこうねあの買ったんですけどあの 重いんですよね、みたいな感じで。で、おじさんがね、あ、これ結構古いですよね、みたいな感じで。古いんですよ、みたいな感じで。で、こう、バッテリーのとこもね、あのちょっと膨らんじゃってるんですよね、みたいな感じで。私言ったら、おじさんがね、バッテリーのとこを見て、水平にして見て、あー、膨らんでますね、みたいな感じで。で、それきりなんですよね。それきりってか、他に何にもないよね。要するに買い替えろってことだと思うんだよね。ここじゃわかりませんよと。で、しかも古いから買い替えた方がいいですよ、みたいな、そういう感じのニュアンスだね。 で特になんかこう言ってくれるわけでもなくでまあ分かりましたみたいな感じでうんそれでねあのこう立ち去ったわけねえ立ち去ってこうそれだけだとねなんか来た甲斐がないからあの家電量販店の別のフロア行ってなんかベンチみたいなんですよベンチでベンチみたいに座ってですねどうしようかなとちょっとジュースでも飲みながらね これかからどううしようかなともう一軒の家電量販店のお客様サービスの方に行こうかなとかねあとこのまま帰ろうかなとか決めかねてたわけねでえっ、ー、とふと気づいたのはここでポケット w i フ f i を使ったらどうなるんだろうみたいな感じでちょっと出してみたわけ出してみてあのそしたらね普段はねあの電波が1本ぐらいしか立ってないのに電波が3本立ってるわけね フルで立っってて、わけ、だと思ってまあ、まあ、もしかしかそこでね、更新かけてみたわけね。プログラムの更新ね。そしたらね、もうすぐ更新できて、更新完了しましたみたいなんて。で、それ家持って帰って使ったら、結構ね、あの、よく電波入るようになったし、そのネットも軽いし、うん、トラブルすごい減りましたよ。古いポケットワイヤーでしたけどね。 だからこれ、更新の問題なんだな、みたいな感じで。主に更新の問題なんだと。で、家で使う場合は、その、バッテリーがなかなか充電できないとかね。そんな関係ないわけ。いつでも、こう、つなげるからね、電源に。そんな関係ないから、要するにネット通信速度が速いか遅いかでも問題なんだ,だって、ね。で、更新を公ーにしとけば、よかったんだなと。うん。で、更新をね、ずっとしないとか、サボってると、 どどんどん通信速度がね遅くなってって更新そのものがねできなくなるっていうそれは1週間ぐらいね更新かけてたらそれはあの更新できたかもしれないです、ませんね、でも24時間程度じゃ更新終わらないわけでそんなの1週間もね更新ずっとかけ続けてたらそのネットが使えないからそもそもね家でだダメだなと思って結局更新家ではしなかったんですけど家電量販店行って でそ店,内ね、店内のベンチとかで座っててどうしようかなと思ってやったらすぐできるってね本当に5分10分の時間があれば更新全部終わるっていうだから電波が非常に強いんでしょうねあの家電量販さすがにまあ繁華街にあるし、えー、家電量販店の中で電波がね通じないじゃこれもうお話にならないからねだからもう最も電波がね強い そういった。